ウクライナ侵攻は、完全な失態。英氏、FSB、ロシア内部文書、漏洩。ロシアによるウクライナ侵攻は、完全な失態。7日付の英氏タイムズは、ロシア情報機関、連邦保安局、FSB、の内部文書とみられる報告書の内容を報じた。真偽は不明だが、文書はロシア軍の死者がすでに1万人規模に上っている恐れがあるとし、ロシアは追い詰められている。勝利の選択肢はなく、敗北のみだ、と指摘している。ロシア軍の死者について、同国国防省は今月2日、498人と発表。ウクライナ外務省は8日、最大1万2000人としている。文書は、主要部隊と連絡が取れていない、として、ロシアのプーチン政権内で正確な死者数を把握できていないとの見方を示した。